いやー、どうも皆さん、こんにちは、テイシャです。いやー、またね、釣りに来てるんですけどね、もうあまりにもね、ルアーが釣れないんで、もうなんとこんなね、キモい虫にまで手を出すことになってしまいました。いや、もうほんと情けないです。これね、フナムシって言うんですけど、まあ今のところは、僕まだこれね、手にね、触れずにね、なんかちょっとこの、なんか、クイックルワイパーみたいなやつを改造して撮ったんですけど、YouTube に。まあでもね、こっからね、これを手に持って針につけないといけないんですよ。マジでもう、本当ありえないです、マジで。ちょっともうこれ人生初なんで、マジでもうちょっとやばい、本当マジやばいっす。ちょっとね、うまくできるかわかんないんですけどね、やるしかないっすね、本当。うわー、ちょっと行くぜ、ほら来い。うわー、キモ、やばい、キモ、これいけるのか俺。ちょっとだけ触るぞ、まずは。うわぁ、触覚が、とりあえず触覚には触った。まあそんな、この間ね、ミミズ触ったんでね、まあ多分、意外とね、こういう時はね、行を怠るなってね、団長に習いましたよね、ハンターハンターで。意外とね、こういう時ね、まずね、じっくり見てみるんですよ。じっくり見てみると、意外と、まあゴキブリよりは可愛らしい見た目をしています。つぶらな瞳をしてますね。うん、意外とね、これね、いけるんじゃないかな。ちょ、いきなりでかいのは怖いんだけど、ちょっと。まあ、でかいのがいる。いけるか、君。ちょ、どんな感じだ。あー、おー、おー、うわー、キモつがすげー、俺。うわ、意外とね、これ、虫ってね、パワーあるんですよね。うわ、キモマジでキモ。え、つか、俺、すごくない？これに素手で触れるって。え、やばいんだけど、マジで。え、やば。じゃ、これ、針つけますよ。え、キモ。マジでキモ。いや、O チャンネルとかさ、見ててさ、慣れたかと思ったけど、やば、キモ。いや、見た目はさ、パッと見さ、ちょっとなんかつぶらな瞳をしていて、可愛いと思うんだけど、マジ、感触よね。ちょ、行くぞ。うわ、やばい。意外とね、パワーあるんすよ。暴れると。ちょ。え、マジでキモいんだけど。うわぁ、なんか変な汁出てきた。やば、キモー。やべえ、マジでキモい。やべ、すげえ俺。うわ、逃げた、針つけたまま。やば、針つけたまま逃げてる。え、ちょ、見えますこれ。針つけたまま逃げ、これ映ってる。針つけたままこいつ逃げた。もうこれ以上逃げられないんですけど。いや、ちょっとマジでキモいわ。いや、やば、マジでキモ。やばいわ、マジで。え、想像以上のキモさだった。いやね、見た目はね、そうでもないんですよ。でもなんかね、なんかその、見た目は、これ、ちょっと、アルコールティッシュ持ってきました。え、マジでキモ。え、やばいんだけど。いや、でもこいつただなんだけど。いや、マジでキモいんだが。でも、船虫で釣るのやめられないんだが。やばいんだが。いや、マジでね、こいつね、意外とね、持った感触はそこまでなんか結構軽い感じで、そこまでなんですけど、なんか暴れた時ね、なんか変な弾力っていうんですか。そういうのがね、ちょっと、やばいわ、マジで。ちょっとこれ釣ってみますわ。え、やばマジでキモいんだけど。え、想像以上にキモいんだけど。ちょ、これ釣ってみるぞ。なんかさ、下にさ、エイがさ、でかいエイがさ、陣取っててさ、やばいんだけど、マジで。ちょっと行きますよ。これ取れてんかな。じゃあ、行きますわ。え、マジでキモいんだけど、ちょ、行け。これ釣れなかったらマジで、ただの気持ち悪い虫だぞ、お前。なんとかしろや。来い。いるかな、魚。なんかね、パッと見ではそんないないんだけどな。あ、なんか今、食った。あー、バレた。あ、でも、やっぱ食いつきいいっすね。え、つうかやば、マジで。え、つうか、俺、また触らなきゃいけないの、あのキモい生物に。やばいんだけど。いや、ミミズの時はね、もうちょっとね、持ったんですよ。え、でもこれやばいな。一瞬じゃん。え、やばいんだけど、一瞬で。このなんか尻尾、あ、やっぱ。やばいわ、マジでキモいわ。え、またこのキモいやつに触らなきゃいけない。さすがに、うわ、2回目だからなんとかなるかもしんないけどさ、え、マジでキモいわ。いや、マジで、もう、いや、俺普段さ、キモいっていう言葉使わないんだけどさ、さすがにさ、なんか、こいつにキモいっていう言葉を使うのは、もう何の違和感もないよね。いや、なんかさ、キモいとか言うとさ、逆になんかその自分がさ、キモいって言われてないんだけど、なんかその、
言われてるみたいな、なんか勝手にちょっと被害妄想っていうか、ちょっとトラウマっていうか、まあ、別にキモいって言われたわけじゃないんだけど、まあ、なんかさ、まあ、自分で言う分にもなんかそんなことを思い出して、まあ、思い出す思い出もないんですけど、いやもうキモいとすら言われなかったからね。もう そこのキモいって言われてるやつはもうそれだけあのなんか女子に近づくチャンスがあったんだろう。俺はそれすらなかったけど、でもそれでもなんかやっぱね、自分で言って自分で傷つくみたいなのがあるから、性格的にねキモいという言葉あんま使わないんです。うわこいつでかでかいわこいつ、さっきのよりちょっと濃い。お前ちょっとお前の名前ジョンや。まずうわマジでキモいんだけど、ちょっと信じら、インクレディブリーキモい、インクレディブリークリーピー、やばいやば。ちょこんにちは。ちょ見た目はねそうでもないんで、ここを使うのが甲羅のね端っこを持てばそんなになんか、うわーやっぱキンモ、やばキンモ、やっべや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 べ。あでも見た目はね、見た目可愛くないですかこいつ。なんかゴキブリに比べればさ、いやこの目がさ、見た目はお前そこまで言うほどキモくないけど、このなんかこの動いた時のさ、この感触がやばいわマジで。これ動画でした、なんかさ、ミミズの時も思ったけどさ、いやこれ見た目そんなキモくないでしょ。でこの感触なんですよね。でどうやってつけ、なんかね YouTube とかでね、なんか餌が外れにくいつけ方やってたんだけど、なんかどわかんねえわ。うわキンモ、あーでももう2回目だからちょっと慣れてきたけど、それでもキモいわな。やっばえ、マジやばいんだけど。ちょ君やばいよ、ちょアルコールティッシュ。うわーやべやべ、動いてる、貼り付けても動いてる。いやこれは魚食うわな、これ食うよ、だって動いてんだもん絶対。ルアーよりさ、だってルアーの動きなんてお前言ってもあれだよ、なんか俺がなんか適当にちょんちょん動かしてるだけ。こっちの方がリアルだよな。いや全然違うわ動きが。もうルアーね全然釣れないんですよ本当。3日ね、1日1時間か2時間か、まあ、3時間か分かんないですけどやって、そんで3日に1匹釣れるかぐらいな、もう当たりすらないっていうね、そういう時がありましたから。いやもう本当信頼の、あなんかちっちゃい小魚が食ってる感じか。もうちょっと俺大物狙いたいんだよね。大物っていうか、俺の言う大物っていうのはまあ荒株25センチぐらいのやつなんで、まあ一般的にはそんな大物じゃないかもしれないけど、この間さ釣ったさちょっとデカめの荒株はさ、なんかあの25センチぐらいあったんですよね。で昨日か一昨日釣ったやつはもうちょっとちっちゃかったんですよ。まあでもね普通にうまかったし、ちょっともう一回ちょっと食いたい。できればねアジとかね釣りたいんだけど、アジとか、あーなんじゃこりゃ、あー取られた餌、やっぱフッキングか。見てくださいこれ、綺麗に取られた。なんかフッキングですね、多分なんかねうまいね針のかけ方がねあるんだけど、もうちょっと YouTube で勉強してくればよかったですね。つかそんでまた俺はこのキモい生物に触らなきゃいけないの、マジでやばいんだけど。えこれ秒でなくなるじゃんマジで。俺10匹ぐらい取ったんだけどさ、あ残りね 1,2,3,4,5、 まあ、また取ればいいんですけど、取るのねめちゃくちゃ簡単なんで多分ね死ぬほど取れますねマジで。全然ね思った、なんかミミズだったらさもうちょっと時間かかるんですよ。まあ言ってもなんかね 5,6匹、昨日ね10匹1匹はいかないかな、8匹ぐらい取ったんですけど10分ぐらいかかったんですよ。でもこいつマジで10匹取るのに本当1分とか1分下手したら1分かからないっす、マジでね。ちょっとねあのなんかクイックルワイパーだっけ、あの結露取りのあそこにねなんかシリコンスプレーでちょっと滑りやすくしてるのもあって、ちょんちょんって揺らしたらねスポッて落ちてきましたね。こんな結構でかいサイズのでも結構穴的にねあれ落ちないかなと思ったんですけど、意外といけますね。でもちょっと問題は俺がこのこいつのキモさになれるかどうか。もう君のキモさは俺に似ている。おい来い来い、ちょキモいからお前の方から来てくんない。ちょっと俺からは無理なんだけど、ちょっと積極的に行けないんだけど、ちょ来い。えちょっとマジでこのキモさだけがね問題だわ。いやお前はマジで餌としては一流なんだよ、無料だから。
そのキモさに俺がなれるかどうか。ちょ、来い来い来い。いや、帰るな。こいつ帰ろうとしてる。帰ろうとしてる。もう気づいてる。自分がもう魚に食われるという運命が。魚っていうか、まあ俺なんだけど。なんか手の上にさ乗るのがさ、なんか嫌なんだよね。このさ触覚みたいなさ、ちっちゃいところをさ、あ、やばい、こいつら抵抗してる。こぶ、うわ、キモ、やばい、キモい、マジでキモい。うわ、やばいやばいやばい、無理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 。え、ちょ、お前黄色だな、お前ちょっと、うわあ、マジでキモいんだけど。うわ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 、やばいやばいやばい、キモい。うわうわ、やっばやば、キモい、逃げた。いや、ダメだ、あの足掴まれると。いや、なんか思ったほどではないんだけど、なんかいざ触られるとさ、マジでキモいわこれ、やば。え、ちょっとタニシいる、タニシいるんだけど、ちょ、タニシにしない。え、やばい、マジでやばい、もう恐ろしい、想像以上のキモさだった。え、こういうさ、タニシとか、え、もうちょっとタニシ、あ、でもさすがに小さすぎるか。え、マジでキモいんだけど。あの、ダメだ、足の方を触っちゃうと。え、なんかね、でもね、思ったほどではないんだけど、やっぱね、条件反射的にね、ビクってしちゃうから、ちょ、ごめん、マジで背中の方を触らせてくんない？頼むから、背中の方、うわ、背中の方頼むわ。こうやって背中をさ、わ、それダメそれダメそれダメ、それさ、それマジでキモい。お前それはやばいだろ、お前それは反則だろ、お前それはやばいって。うわ、やっべ、やば、キモ、やばいやばいやばい、やばいんだけど、マジでやばいんだけど。え、キモ、え、やば、やばいんだけど。え、どうしようどうしよう、マジで本当想像以上のキモさですこれ。ちょ、苦戦してます。餌、いや、なんかね、ミミズはね、まだ大丈夫だった、ミミズは大丈夫だった。でもお前は、おミミズのキモさをレベル3だとしたら、お前のキモさはマジではるかもう10とか、やばい、お前やばい、この敵は普通とは違う、クソ、こんな奴らにやられてたまるか、やめろバスラン。うわ、肝でか、やばい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 、キモい。あ、ちょ待って、いいこと思いついた、いいこと思いついた、俺天才か、天才すぎる、やばいこと思いつきました、やばいこと思いついた。いや、これさ、お前これピンセットで掴めばいいじゃん。あ、ピンセット小さすぎるわ。ピンセットっていうか、これスプリットリング外しなんですけど、これでさ掴めばいいんじゃね。あ、やべ、ちょ待って待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 て、お前落ち着け落ち着け落ち着いてくれ。違う違う、お前が掴むんじゃなくて、俺が掴みたいんだよ。ちょ、マジでこれちっちゃい。ちょ、もうちょっとさ、なんかもうちょっとなんか中くらいのさ。え、ちょ、やば、お前やばい、なんで船虫を魚つかみで掴んでるんだ俺は。やばい、あ、これ天才じゃね、これやばくね、これでさ、え、やばいやばいやばい、天才なんだけどマジで。え、ちょ、やば、お前やばいってマジで。え、ちょ、やばいんだけどマジで、やばいって本当。来い、よし来た、刺さったけど、刺さったけどさ、これさ、またバレるんじゃね。刺さったけど、これさ、ものすごいなんか、針のさ、え、マジでキモいんだけど、どうなってんのお前、やばいって、正気じゃない。ちょ、アルコールティッシュ、マジでやばいって。マジでやばい、人生初船虫、人生初船、あ、でもさ、あ、でもさ、ちゃんとさ、針につけるんだったらさ、やっぱ素手でいかないとダメな気がするわ。ちょ、マジでやばいんだけど。あ、カニがいる。あ、カニだったらさ、カニがいるんだけどさ、カニだったらまださ、普通になんか素手でいける気がするわ。あ、でもお前、船虫やばいってマジで。
船虫マジでやばい。もう一回行きます。はい、じゃあちょ、お前マジでやばいわ。もうキモいという言葉がね似合いすぎる。マジでやばい。まあでもちゃんとさ、あれ針かけないとねダメな気がしますね。いやー、やっばい、マジで頼む、もう魚かかってくれ。もう俺餌つけるのは嫌なんだ。あ、でもさ、あの魚つかみがさ使えたのはさマジででかいと思うわ。魚つかみっていうか、なんかさ、もうちょっとさ、ちょうどいい感じのなんか、あ、やべ、ちょうどいい感じのなんか、あのなんだ、ピンセットみたいなの、あれ買うわ絶対。でそれか、まあでもそれでもやっぱね、ちゃんとあの、え、いや絶対これもう動きがさルアーと違いすぎる。やばいやばい。あ、来た、かかっ、来たけど、あー、ダメだ。やっぱ針にさかからないんだよね、あのかけ方じゃ。まあ、食われてますわ、無残にも。これ見えます？無残にも食われてる。無残に、あれ？無残にも上半身、まあそれでもなおフッキングしないっていう。まあもう一回落としてみるか。多分ね、小魚だと思うんですけどね、これ食ったの。多分ね、そんなね早くねフッキングしすぎてもねダメだと思うんですよ。あ、また食ってる、食ってる、食ってるけど、これ多分また食われたな。わー、食われた。ダメだ、ミミズの方がねまだ良かった。ミミズはね一回かけて、端っこの方かけて、で 2,3 回ぐらいね針にかけられたんですよ。でもね、フナムシね、マジでキモすぎる、それ。フナムシに2回かけ、針かけるの、いや多分できなくはないけど、いやもう俺がマジで慣れるかどうかっていう問題、こっから。まあでもね、当たりは取れてるんで、全然やっぱルアーと違いますね。ルアーだとね、ほんとなんか、ほんとまず当たりすらしないっていう状況だから、もうこれだったらタダだし、全然フナムシいいっすね。まあもうほんと俺がもうなんかこのキモさになれるかどうかっていう、もうそれだけの問題。はい、じゃあどうもテイシャでした。